毎度です。さあ帰りますよ。よいしょ、雨降ってるから。よし、三角窓を閉めてと。よしよしよし。このカーブがね、毎日ヒヤヒヤしますけど、もう慣れたかな。さてさて、横須賀では、横須賀じゃなくても、今日本では全国、エルビスという映画をやっておりましてですね、私エルビスそこそこ好きなんですけども、ここに置かれるとね、ちょっと困っちゃう。狭さを知らんけんね、ああいう角に止めるんですよ。エルビスをやっておりましてですね、行こうか行くまいかすごく今迷ってます。で、横須賀はね、21日ぐらいまで上映してるなんて言ってるんですけどね、まあ結構エルビスの生い立ちから、まあ死ぬまでと、それからあとね、パーカー、マネージャーのパーカーね、それがトム・ハンクスがやってるんですよね。だん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 太ってきて、二重顎のところにこう盛り肉みたいなこうやってね、雰囲気出してるんですけど、でそれをですね、なかなかスケジュールがね合わんのです。また一人で行くのもどうなのかなと思ってるんですけど、まあエルビス、そこそこ大好きです。語るとまあ普通に夜が明けますまあ1週間徹夜で語れるという人もいるらしいんですけども、そういうつわものの方もね周りにいらっしゃるんですけどね、ちょっと父方はですね、まあ普通に洋楽大好きみたいな感じなんですけど、うちのおふくろは、まあ、親父は佐世保出身なんでね、あれですけど、うちのおふくろは横須賀でですね、まあもうダンスも何も音楽も全部、ブラックミュージックと、なので、ちょっとでも、その白人のポップスなんかかかってた日にはね、それダメねみたいなダメ出しされちゃうんですね。だからなんて言うんでしょうかね、もうビートルズとかもうダメダメですね。ビートルズファンの方は本当は申し訳ないんですけど、そういうような私は教育を受けてきてしまったので、ダメですね。だからそのレコードとか聞いてると、ビートルズのレコード聞いてると、レコードの針ギュッてこうはい終わりみたいな、そういうもう感じで、まあそれでもエルビスは聴かせてくれましたね。やっぱり最初はロカビリーっていうか、CW 調がそのカントリー&ウエスタン調がちょっと強いんですけど、でもやっぱり黒人音楽にかなり近い、ロカビリーなんですね。だから RCA に途中から、スーパーメジャーになってですね、まあ、それは
RCA にね、あのビクターのビッパー犬がいる、あの RCA に、RCA ビクターに移籍をしたんですよ。で、それまではサンレコードって言って、まあ、自分が最初の給料でですね、母ちゃんにプレゼントするのか、あの歌を。そのためにですね、サンレコードで自分で録音、昔はそういうのできたんですよね。スタジオ借りて自分でレコードを作って、それをあの母ちゃんにねプレゼントしようとか、ね、好きな女の子にプレゼントしようとか、自分用の記念で撮っとこうとか、そういうことがね、あのアメリカではできるんですけど、そしたら、まあ、たまたまですね、あのマリオン・ケイスカーっていう、まあ、あの店番の、店番というか、あの女性の方が、あの社長が帰ってきた時に、今日ねこういう子が来たんだよみたいな、これがまたすごくてねなんつって、でそれで、まあ、社長に見出されてサンレコードからデビューするんですけど、そのサンレコード時代がですね、私かなりあの大好きでですね、RCA に移ってから、そのいろんなあのまあとてつもない売り上げ枚数とか、まあ、あとはビルボードのチャートとかも総なめした時代がありましてですね、それの前なんですよ、私が好きなのは。で、それにですね、のめり込んでって、まあ、そういうのを聞いていましたら、もっといい曲あるよっつって、アメリカングラフィティのサントラとか、うちの、姉とか姉の友達とか、でそこからまあ、なんですかね、日本だと、シャネルズとか、山下達郎とか、そのドゥーアップの方にのめり込んでったんですね。うん、オールディーズは、ドゥーアップからというよりも、やっぱり、エルビスから私は入りましたね。うん。まあ、私の母方、母、父なんかは、まあ、父はですね、プレスリーというんですよね。母はエルビスというんですよ。名前の方を呼ぶんですね。うん。大方テレビとかその辺のあれ見てると、だいたいプレスリー、プレスリーって言うんですけど、まあ、こっちの横須賀の、まあ、不良、元不良なおじいさんおばあさんたちは、エルビスと言うんですよね。なんでエルビスって言うの？プレスリーじゃないのつって。いや、エルビスはエルビス。プレスリーじゃない。プレスリーじゃないとは言ってないけど、まあ、エルビスと言うんですね。うん。やっぱ踊りもですね、大体東京横浜から来た人だなっていうのが分かっちゃうらしいですね。あの白人系の踊りと黒人系の踊りはやっぱりもう全然違っててですね、あの子らは多分地元じゃないねみたいな、踊りが白ねみたいな、その白人黒人を白黒とまあ分けて言うみたいですけども、あ、多分地元じゃないわねあの子たちみたいな、すぐ分かるらしいですね踊りでね。うん、まあそういうような、まあ父はどっちかというと、まあ何でもござれの、あの白人系も黒人系も、うん、まあポップスもロックンロールも大好きみたいな。うちのおふくろはまあもろにアフロアメリカンなリズム&ブルースとか、まあ、もちろんロックンロール、ドゥーアップ、うん、ジャンプ、ジャイブ、まあ、大好きな少女だったらしいですね。他のおばとかいろんなご近所の人に聞くと、あーみたいな、あの子はねーみたいな、うん、そういうお姉さんよねーみたいなでそういう教育を受けましたんでですね、でそれでまあ大好きになってしまって、あとはまあご近所にですね、やっぱ米兵さんがおりましてですね、そういう古いロックンロールが大好きなんだっていうと、国から送ってもらって よくプレゼントしてもらったりとかね、あとはアメ車の、古いアメ車のこれ組み立ててないんだとかっていうプラモデルとか結構いただきまして、まあ、世の中スーパーカーブームだったのに、1970年代はね、世の中はスーパーカーブームだったんですけど、まあ作ってるプラモデルはアメ車が多かったっていう、そういうオチなんですけど、映画ね、21日まで公開してるらしいんですけど、
そのスケジュールが合わないのと一人で行くのがちょっとどうなのかなと、うん、でまあアメリカ の, あの YouTube でもアメリカのね、公開もうすぐしますよっていうその宣伝を見てある程度はもう分かっちゃうんですよ。メイキングオブエルビスとかいろいろ YouTube で見れてしまうので、あ、大体のねあらすじは分かっちゃうんですけど、あの途中から結構あのエルビスが病んでいったりとか、それからあのパーカーがですね、そのマネージャーさんの結構マネージャーさんのその登場シーンがかなり出てくるらしくて、あー、なんかあの電気映画でもですね、あの特になんだろうな、ジャニス・ジョプリンとかですね、あの辺のなんか最後悲しいねっていうような、そういう映画は映画館に行ってなんかあんま見たくねえなっていうのもあるし、どういう作りなのかも見たいし、今ちょっと半々なんですけど、やっぱり、うん、見たいなというのがちょっと強いんですよね。それでまた出ている他のアーティスト、例えば、まあ、他のロックンロールアーティストさんが、お、これ似てるねみたいなのが、ほぼほぼ似てるねって、まあ、まれに似てねーっていうのがあるらしいんですけど、いやーいい味出してるよこの俳優さんはっつって、よ、もうそっくりだよっていうのも、あ、それもちょっと見たい気がするっていうのもあって、ちょっと頭の中でなんつうの、葛藤しているっていう具合です。うん、まあエルビスに限らずちょっと電気映画は私、まあ、見逃したものはないっていうぐらいに、まあもともとずっとその大好きだった頃は料理人だった頃が多いんで、映画館で映画を見れないんですよね。時間がもうやっぱ夜の11時ぐらいでね、あの仕事終わってなんつって映画館なんかやってるわけがないんですよ。そんでそれでもまあ1年か2年するとですね、あのビデオ屋さんであのなんか出たらしいぞなんて、やっぱりあの 50s お友達から情報を得てですね、あ、じゃあビデオ借りに行こうなんつって借りに行ってましたから、だいたいまあオールディーズ系の映画はまあほぼほぼ網羅しましたよね。まず日本には入ってないよねっていうのも、見ましたね。うん、結構やっぱ米さんでロックンロール好きな人も稀にいましてですね、これ見たことあるみたいな感じで、ビデオ当時もらったり、ビデオ日本では当時ね高かったからですね、うん、あの有名な映画だと普通に万するんですよ。2万近くするんですよね。うん、だそういうのでもう、まあもちろんその字幕はないんだけどおおよそな感じでわかるので、でそれを見させてもらったりして、だいぶ、うん、ロックンロール系とか、あとまあアーティストの電気映画なんかは結構もう制覇したかどうかわかんないけど、アメリカ系のそのロックンロールの映画のあれはもうほぼほぼ見ましたね。だ今後ちょっとだからそれがそのまあ 1,2 年経って我慢して見るか、まあ、YouTube に出てくるのを待ってみるか、うん、映画館に行ってちょっと雰囲気を味わうかっていうのはすごく迷ってますね。うん、まあそこそこファンなだけに。で、まあ、私ちょっとラジオのその DJ もやってたことがありましてですね、エルビスグッズもこれはもう日本の誰でも手に入んないよねっていうものを持ってたりとか、まあ、それはちょっと内緒なんですけど、これ手に入れていいのみたいな、まあエルビスの身内の方にもらったとてもとても大切なうちの家宝と、 あとまあうちのお店に来ると見れますけどね、うん、グレースランドっていう最後ねエルビスが落ち着いた、もうとてつもない一つの町以上のとんでもない広さのそれこそ三浦市ぐらいの横須賀市までは行かないかもしれないけど三浦市ぐらいの広さのあれがあるんですよ。
土地を買ってそこにグレースランドっていうお城みたいのを掘っ立てて、最後そこにお住みになって、で亡くなった後はそのグレースランドを開放して、ね、あの普通の人もあのお金を払うと見れるというね、そういうそのグレースランドのまあ某所に飾ってあった某仏をですね、エルビスの当時のおじですねにそのいただいたものがうちにあります、まあ、それぐらい自慢なものがねあるぐらいに、まあまあエルビスのファンでございます。だそれをね、ちょっと映画を、21日まで公開してるということなんで、それまでに暇ができればどうしようかなというところなんですよね。だエルビスって今までなんでやんなかったのかなっていうのが不思議なんですよ。なんか版権の問題なのか なんかの問題なのかよくわからんですけども、いろんな映画にエルビスちょこ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 登場はするんですけど、あとなんだっけね、なんだっけ、そうジェリー・リー・ルイスの電気映画にもなんかちょろっと出てきたりとかね、うん、あ出てもいいんだみたいな。だけど音楽はかからないんですよねエルビスのね。だそれが不思議なんですよね。だちょっとね今回ようやっと出てきた2000年代、2022年になってやっと出てきたそのエルビスの映画、楽しみでしょうがないんですけども、でもその物語がどうなのかっていうのがね、あと大体生い立ちを私大体分かっちゃってるんで、いろんなもう資料を調べきって、どの曲がどのスタジオで録音されて、その時 あのメンバーが誰々でっつって、ビルボードチャートではポップチャートではここまで行って、 R&B チャートはここまで行ってっていうのが大体もう、まあ、忘れちゃったけど、言われればああそうだそうだっつって、これ確か俺の番組でも紹介したわみたいな。だから現役の時はもうこの曲はねどこどこのスタジオでねなんつって、でこうでこうでその時たまたま居合わせたあれカール・パーキンスがねみたいな、もうそれで語っちゃうと本当に夜が明けてしまうぐらいにもうキリがないですね。うん、だそんなもんでですね、大体分かっちゃってるんで生い立ちとかは、だそれをどういう感じで映画になったのか、ぐらいが興味あるかなぐらいな感じなんですよね。まあそんなこんなでちょっと21日まで行ければ、ちょっと行ってね、まあアメカジ屋としてエルビスやっぱ外せないよねってことで、でも、行こうか行くまいか迷ってる自分がここにおります。ってことで、もし行ったらまたちょっと感想でも、まあどうでもな感想でもこの YouTube で出てくるかもしれません。ってことでした。じゃあねー。